21歳就活生です。現在大手グループ会社のネット銀行2社、消費者金融1社から内いをもらってます。世間の目は将来性を考えてネット銀行の方がいいと思うんですが、初任給から3万ほどネット銀行に社と比べたかったり、給料やホワイト度的に消費者金融企業の方がいいどちらに就職すべきでしょうかバカなのかな <laughs> あの、たった3万円で消費者金融に行くっていうのが、まあまあ、バカならいいんじゃないいけば。あの、その、 まあ、そのどういう貧しい生活をしてらっしゃるのか分かんないんですけどあのまず人生は長いですと。であのまず多分消費者金融に行くとあの必ず転職すると思います。99%転職します。あのまあ、たまに1%ぐらい転職しない人がいると思うんですけどじゃあ転職する時に消費者金融で働いてましたっていうのを転職するのと大手のグループ会社をネット銀行ですっていうので転職するハードル全然違うんですよ。 で、そこがたった3万円で心が動くっていう時点で、多分社会のことが分かってないんだと思うんですよね。なので僕バカなのかなって言ったんですけど、それぐらい物事を分かってないので、なので自分の頭で判断するのはやめてください。なぜならバカだから。 なので、あの、僕は大手グループ会社のネット銀行をますけど、あの、お父さん、お母さん、の大学の先生とかに相談してみてください。で、大学の先生とかが消費者金融の方がいいよって言ったら消費者金融行ってください。ただ大学の先生とか、あの、お父さん、お母さんとか、あの、まともな大人がネット銀行の方がいいよって言ったら、あの、何も考えずにネット銀行行行ってください。